こんばんは、プリティです。やっぱりせやねっていうニュースをお届けしたいと思います。男性の皆様、心してお聞きしていただきたいかなと思います。今日この頃です。おばちゃんです。ガチョ、女さんやはり男以上に顔しか見てなかったでも男性もひどいよ。一定超えていれば誰でも OK でやりもくじゃないで、女性はもうほぼ少しでもいい人、せやね分かってたよおばちゃんの周りとかでも聞くけど、性格重視っていう女性の人多いと思うのね。でもやっぱり顔があってこその性格重視だからいやもうこれが現実よね。でしょうがないもん。だって見てるさ、なんていうの、漫画とかさ、アニメとか、あとドラマとか、みんなイケメンだもん、主人公とか。でも、やっぱり胸がときめいちゃうもん。もうそういう風に見てしまうっていうのはもう自然の流れだと思う。だって、イケメンじゃない主人公が出てる漫画とか、あとドラマとかって少ないでしょ。それが答えだということだと思うのよ。でも男性も大概よ。一定を超えてれば、とりあえず誰でも OK と。やりもくじゃないこれもひどいわよ。まあ、人生いろいろあるということでね。続いてのニュースです。フランス、トランス女性選手。パリ五輪でフランス代表として走る夢、打ち砕かれる。女子種目への出場を禁止されたため。プラン B はない。フランス、トランス女性選手、パリ五輪へ決意揺るがず、世界陸上が排除方針。フランスの陸上選手、アルパ・ディウフさんの夢は、2024年のパリ五輪でフランス代表として走ることだ。しかし、今年3月、ディウフさんの希望は打ち砕かれた。世界陸連が、ディウフさんのようなトランスジェンダー選手の10種目への出場を禁止したからだ。で、おばちゃん思うんだけど、格闘技だ、例えば柔道とかさ、レスリングとかは危険だって、ね、女性の人とかバキバキにやられてんの見て、あ、これは危ないと思わないと。筋力が違うじゃない、いくら女性の人で鍛えてる人でも。で、これさ、例えばまあ、オリンピックじゃなかったとしても、もうひどいもん、格闘技とか見てると。いや、そうこれ、いや、これ危険じゃねって。で、選手もだってそれ当たり前だと思ってる時点で嫌われんのよ。だってこうなってみんな世界中で、せやろって言ってる人多いもん。ざまーって言ってる人がね、すごく多いのよ。で、そういうの見てておかしいだろうと思ってる人が多いと思うのよ。だからトランスの人はトランスだけの競技って作るべきだと思うんだけど、なぜ女子の種目に出るのかっていうのはもうよくわからないのよ。で、女性の、トランスの方で男子の種目には出ないじゃん。それが答えだと思うのよ。だって筋力は違うんだもん。で、これでお金稼いでる人いるんでしょ？で、毎年毎年。っていうか、他の女性の選手たちってさ、家族がバックアップしてくれて、あまりお金のない家庭でもさ、一生懸命頑張って家族のために行ってて、ねえ、せっかく出ても、トランスの人はもう、今、全部メダル持ってってるじゃない。うつけんじゃねえわよって思ってる人多いと思うんだよね。で、何よりも女性の、ねえ、安全がね、何よりだと思う。水泳系でさ、思いっきりポロンチョして、だって、コイスみんな一緒なんでしょ？ポロンチョしてさ、そこら辺歩いてんだよ、わざと。そういう選手もいるからさ。ポロンチョってどういうことよ。許せねえ。だって自分の当然の権利だって言っちゃう。それが何の権利かよくわかんないけど、ポロンチョして歩いてる人の数、YouTube じゃバンされんからあげれないけど、いんのよ。女性選手の前で、ポロンチョしながらこうやって堂々と歩いてる。あれわざとじゃん。で、何のためにポロンチョしてんのか意味わかんないんだけど。
くて、その人確かメダル取って、確か1位だったっけな、なんかね、水泳の競技で。意味わかんない。そういうこともあるから、やっぱり分けた方がいいんじゃないのかなと思う。今、ケニアの農民の人が象に困ってんだって。小さな村、ミュロマタで、まあ、農民が小規模な、まあ、農地を開拓してるんだけど、今、水が少なくて、政府からね、支給される、まあ、農場用の、まあ、例えばトウモロコシ、バナナ、キャッサバの作物をね、育てるために、まあ、用意した水もガブガブいかれるし、で、食物も襲われちゃうんだって。で、干ばつが続いて特に、もう食料を求めてね、国立公園から大群で来んだって。で、手作りなね、まあ、警戒装置紐をね、まあ、農地の周りにぐるぐるに巻いて、で、それに当たると、カラカラカラって音が鳴る警戒システムを開発したんだけども、結局、象を防ぐことできないし、光とかでね、もうあっち行ってって言っても全然びくともしないんだって。だからもう、どっちかって言ったら、カラカラカラって音聞こえたら、人が来るとさ、突進してくる恐れがあるから、あ、今ちょっと来て危ないって言って、逃げるための装置に、もうなっちゃってるという。で、今もうね、これ困っちゃって、どうしようっていうふうにね、もう頭抱えてんだって。国立公園から出ないようにするしかもう方法ないんじゃないかな。だってもう、収穫する、予定の作物が例えばなくなったら家族を養っていけないんだって。で、どこの、農民の人たちも頭抱えてるみたいよ。で、ゾウに何をしても怖がらないから、どうすることもできないんだって。で、国立公園という、何話し飼いでしょ。で、農地の方に来ちゃうっていうのは問題だから、来れないようにするしか、もう方法ないんじゃない？石垣作ったりとか、そういう、象が登れないような、なんか、土を持ったりとか。それ以外、無理なんじゃないかなっていう。だって象怖いもん。上野動物公園でさ、なんか餌あげちゃダメじゃん。で、なんか、フィリピンの人かなんかが、なんか、バナナだよって、なんか餌、ちらつかせたら、ええー、っつって思いっきりなんか叫んで、みんなビビったもん。いや、むやみやだね、餌あげちゃダメよ。ゾウってなんていうの、くれやーっつって、なんて怒鳴った時、なんか地元のヤンキーの、お前どこ中だよ、もう何百倍も怖いわよ。飯よこせーあのがもう全然怖かったもん。にー、アルペッチーン。あら、ラブちゃん、どうしたの？日本ですごいことが起こってて。え、すごいこと？え、何？スカキンが販売した、あのカップヌードルが添加物だらけだったってこと？それもすごいけど、いや、それには勝てねえ。え、勝てないでしょ？それに近いものがあるってこと？じゃ、ちょっと見てみる？真実の鏡。これすごく怖いんだけど、ミスの罰金として部下から現金1000万円を騙し取った罪に問われたこのジャバジャハット、裁判でね、懲役4年が決定されたんだって。ジャバジャがなんでそんな部下から現金2300万も脅し取ったの？名古屋市中村区にある北林病院の元、まあ、精神科の病院らしいんだけど、元ね、事務部長、ジャバジャは瞳被告62はね、2019年から部下で、看護師の女性、当時55歳の仕事の店に付け込んで、罰金が増えていくようになると、現金1360万円余りを脅し取った罪に問われたんだって。で、9月の初公判で、起訴内容を認めたジャバジャは、被告に対し検察が用意したマンションに女性を住まわせて、キロが毎月50万ほどの罰金を支払わせたんだって。え？まあ、用意したマンションって逃げれないようにってこと？で、毎月50、今高級都院なんだ。でも、これだって病院に納めてんじゃなくて、自分のポッケに入れてたってことでしょ？まあ、ひど。要は監禁と変わらないじゃない。監禁って、あと自由を拘束して逃げれないようにして、しかも毎月50万取って、2019年からってことは、もう4年続けてて、で、4年の懲役、
低くね。そうね、これだけやってて4年ってやっぱり奥とか取らないと重罪にならないっていうのかしら。うん、怖いわね。で、4年間ずっと続けてたわけでしょ。やっぱ金額っていうよりもそういう状態を判決の中にちょっと組み込んで欲しかったわよね。それであまりこのニュースで語られてないんだけど、重度の服従関係を築いた上で長期の拘束だから、もう強い洗脳があったんじゃないかなっていう話が流れてね。いや、確かに逃げようと思ったら逃げれるけど、それでもそこに居続けてたっていうことは強い洗脳下にあったっていうことなんだね。それが最も怖いわね。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。